アルゼンチンの雑誌、シーネランジェに掲載アルゼンチンの雑誌、シネクフに掲載アルゼンチンの雑誌、シネムンディアルに掲載バージニアブルースことヘレンバージニアブリックスは、アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス出身の女優、歌手。ヘレンバージニアブリックスは1910年9月29日に、アメリカ合衆国のミネソタ州ミネアポリスに生まれ、 ノースダコタ州ファーゴで育ち、当初は大学に通うためにカリフォルニア州に一家で移住した。ここでブロードウェイミュージカルのスマイルとアメリカズスウィートハートに出演した。メトロゴールドウィン・ベイヤーとの契約下で出演した映画奥様ご長愛の共演者であるジョン・ギルバートと1932年に結婚した。夫婦は娘のスーザン・アギルバートを設けるが、 1934年に離婚した。ギルバートの死後、バージニアとスーザンが彼の25万ドルの遺産の内大部分を相続した。1936年の映画、巨星、ジーグフェルドで巨大なウェディングケーキのようなら旋階段の周り舞台の最上部に立ち、同年の映画、踊るアメリカ艦隊で、コールポーターの曲、あなたはしっかり私のものを歌う役を演じている。 九百四十九年に毎日三十分のラジオドラマメイクビリーブタウンに主演した。九百三十七年に映画脚本家の J. ウォルター・ルーベンと結婚して息子のクリストファー・ルーベンを設けるが、九百四十二年に死別した。九百四十六年にトルコ人の映画作家であるアリー・パルと結婚したが、彼が病気の父を見舞うために祖国に帰り、移民として アメリカに戻ることが許可されなかったために、すぐに別居生活に入った。イッパルは、複数の貨物船を不正に購入した罪で1960年から11、ヶ月間イスタンブールの刑務所に服役し、釈放後の1964年に二人は離婚した。熱心な民主党支持者であり、フランクリン D ・ルーズベルト、ヘンリー A ・ウォレス、アドレース・ティーブンソン、ジョン・カイ・ケネディ、ロバート・ケネディ、 ジミー・カーターらに一生の間に多額の寄付を提供した。長い闘病生活を送った後、1982年2月24日に死去。没年齢71。ありがとうございます。